ツイッチで必ず 100% 伸びる方法2つ。1つ目。これ毎回言ってるけど、何かのゲームのプロになること。バロラントでもいいし、エーペックスでもいいし、まあエーペックス、バロラントはちょっと競技人口多すぎるから、ガチプロにならないとかなり難しいと思うけど、まあ世界中で比較的人気があるゲームのトッププレイヤーになること。RTA とか。でトップ走者になることすると比較的伸びやすくはなるよね。何もない人よりは 100% 伸びる。2つ目、これはもうあれですね、おっぱいが大きいことですね。はい、以上です。ちなみにゲームでトッププレイヤーになったり RTA で世界ランクに入るよりもおっぱいが大きい方が伸びます。配信者として抑えておいた方がいいこと、ルール決まりやってはいけないこと、配信なんてやってはいけない。